にちは。TF 東京のあきです。今回、家なんですけど、ワインの回ではなくて、二日酔いにならないですかってたまに聞かれるんですけど、それに対しての、僕の、予防というか、していることをちょっとご紹介しようかなと思います。していることというか、ちょっと今日飲んだなっていう日に、飲んでるものがあるんですけど、それですね。やっぱり定番だとウコンとか、なんかそういうのがあるかなと思うんですけど、僕はもう2年ぐらいこれですね。ハイチオール C プラスですね。外で飲んだりすると、やっぱりちょっと飲みすぎちゃう時があるので、そういう日にはこれですね、やっぱ飲んでますね。シミそばかすで有名なハイチオール C ですけど、ここに二日酔いって書いてあるんですよね。なんか有名な話なのでご存知な方も多いかもしれないんですけど、なんかハイチオール C ってもともと二日酔いとかの方がメインで打ち出してたらしいんですよね。でもなんかそれだとあんまり売れなかったみたいで、お肌の方をメインにして、なんか女性の方をターゲットにってなってちょっと売れたらしいですよね。なのでもともとその二日酔いの方に効くサプリというかなのでおすすめですね。僕もこれ毎日飲んでるわけではないんですけど、飲んで帰ってきた夜と朝ですね、1回2錠。個人的にはウコンとかよりも、朝のだるさは飲むようになってから本当に減りましたね。おすすめです。これで2000円以下ぐらいで180錠入って、それぐらいで買えるので、そんなに、安くはないですけど高くはないかなと思うので、気になる方はぜひハイチオール C 試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。